役員さんの社会保険、年金関係でですね、ご質問いただくことが多いものとしまして、交通費の問題がありますね。役員さんでも、交通費を受けてらっしゃる、方がね、いらっしゃいますけれども、これは税法上ですね、一定金額までは、非課税、通勤手当と非課税扱い、税金がかからないという扱いになっていますけれども、なんでその社会保険料はかかるのかということと、それからなんでこの老齢厚生年金の支給停止されるかどうか見るときにですね、この交通費も、参入されて見られるのかということをですね、ご質問いただくことがあります。これは健康保険法、厚生年金保険法という法律で、交通費ですね、これも、労働の対象として、厚生年金の適用事業者から受けるものはですね、報酬に入るということなんですね。ですから標準報酬月額というものを算定する中にもですね、交通費が入ってしまう形になってます、法律上ですね。ですから保険料がかかって、在職老齢年金の計算をする場合の、式に入れる標準報酬月額ですね、こちらにも入ってしまいますので、年金も、カットされる計算に影響してくれるということになります。